皆さんいつもありがとうございます。ニクラマサイキです。よろしくお願いいたします。今回の話題はですね、トランプ大統領起訴すべてに打ち勝つ。さらにですね、今、まあ、反トランプのまあ検事たちがですね、まあすることは露骨にですね、まあトランプつぶしだなどの話題ですので、よろしくお願いいたします。 まずですね、まあ、馬鹿げた、まあ、トランプ大統領潰しのですね、まあ、馬鹿げた起訴が続いています、えー、その結果ですね、まあ、4度目の、えー、起訴の結果マグショットも撮りましたしかし、反トランプのですね、検事の予想とはですね、逆に進んでいます、えー、マグショットをですね、撮影しましたが まあ、反トランプのですね、検事やバイデンたちは、トランプのですね、人気が落ちると思ったのでしょう。しかし、トランプの支持率はですね、最新の調査でも高いままです。支持率が落ちるどころか、マグショットで上がってしまいました。いかにですね、まあ、馬鹿げた基礎なのかがわかります。 反トランプたちはですね、まあ、だいぶ抜けているのでしょう。えー、そしてですね、まあ、その支持率はまあこうなっています。まあ、これはですね、まあ、最近の調査で8月24日からですね、まあ、27日に調査、えー、されたもので、バイデンにですね、まあ、共和党で勝てるのは誰かといった調査になります。 ダントツでトランプが首位を独走しています。バイデンに勝てるのはトランプしかいない。そんなですね、まあ、状況になっています。えそしてですね、ッ、ま、コ、あ、してプラス9と書いてありますが、えー、基礎の結果ですね、まあ、マグショットなどの結果、さらにですね、トランプの人気が ままっています、まあ、この人気はですね、アメリカだけではなく、世界的な人気にもなります。えー、どれだけですね、まあ、反トランプの検事やですね、バイデンたちがしていることがおかしいのか、明らかにおかしい、そんなことがですね、現れた結果になっています。そしてですね、 馬鹿げた基礎の初公判のですね、日程もですね、非常におかしなものとなっています。露骨にですね、トランプつぶしの日程になっています。まあ、それはですね、まあ、共和党のですね、まあ、指名争いの予備選やですね、まあ、党員集会が集中しているとされるですね、スーパーチューズデイのですね、前日に、 設定されましたこんなのですね誰がどう見てもトランプをですねまあ共和党の代表にしたくないそんなですね思惑しかない日程になっています反トランプがですね司法を私物化しています米司法のですね闇を世界中にですね発信しているのが反トランプでしょう 米司法のですね闇を世界中に発信していました。司法をですね私物化してトランプを苦しめるそんなですねことを世界中に発信しています。 自分はですね、馬、ま、鹿、あ、なんだと発信しているようなものでもあると私は思っています。彼らはですね、えー、そんなようなことがですね、わからないのでしょう。なので、トランプのです、ね、支持率がさらに高まるのです、えーさ。そしてですね、さらに支持率はですね、共和党だけの支持率ではありません。あまりにも、 基礎が馬鹿げているためバイデンさえもトランプは上回っています FBI やですねメディアがどんなにトランプをですね叩こうがトランプの支持率はバイデンを抜き去っていますこれはですねこれもですね最新の調査になりますどんなに叩かれようがトランプはですね勝利を続けているのです バイデンたちの思惑とは逆の結果になっているのでしょういるのです、えー、そんなですねまあ、現実がありますしかしトランプがですね勝っているというのはこれは当たり前の結果でしょうまあ、メディアなどからですね、えー、総出で攻撃されるまあ、これを見たら当たり前とも言えませんが トランプがですね、やってきたことを考えると、トランプが勝つというのはですね、当たり前の結果です。いかにトランプがですね、やってきたことが正しかったのか、それを表したトランプのですね、好支持率ぶりになります。そしてですね、 トランプ4度目の基礎と同じくして、マグショットをですね、撮影したジュリアーニ弁護士はこう述べています。この訴訟は、我々の生き方をかけた戦いなので、関わることができて非常に光栄だと述べています。この戦いは、生き方をかけた戦いだと、 述べていますまさしくその通りでアメリカ以外でもトランプ大統領をですね応援することはその人のですね生き方を表していいると私は思いますどんなにですねトランプがメディア上で悪者にされてもですね トランプを応援するその人のですね生き方を表していると私は思いますメディアは総出でトランプを落し入れるですね報道していますトランプはですね日本の報道でも悪者にされた報道ですがトランプのですね政治政策は素晴らしいものでした アメリカだけではなく世界に恩恵があったのはトランプです。正しいのはトランプです。どんなにですね、メディアがトランプを攻撃し、周りにですね、トランプを応援する者がいなくても少なくても、正しいのはトランプだと、えー、思ってですね、 トランプを応援することは、その人の生き方を表しています。そしてですね、まあ、トランプ大統領の4年間、それは素晴らしいものでした。いつものように言っ,てい、ま、言っていますので言いませんが、バイデンになってですね、たった2年間ほどで世界は混乱しています。 こちらは現在進行形ですので、まあこちらもですね、言いませんが、どんなにですね、バイデンになって世界がおかしくなったか、世界のですね、方向が変わったか、日本のですね、文化も変わりました。 トランプの4年間はそんなことはありませんでした。いかにバイデンになっておかしくなったのか、それは多くの人がですね、わかっていただけると思います。えー、そしてですね、まあ、どんなにトランプをですね、応援する人が少なくなってもですね、トランプ大統領を応援しますが、現実はですね、まあ、そんなことはないようです。 バイデンを抜き去っているのはトランプです。共和党でで位を独走しているのはトランプです今後もですねトランプ大統領は前に出て、前に出て戦っていきます。それはですね、元の世界を取り戻すためおかしくなったですね世界を元に戻すためトランプ大統領は戦い続けます。 そんなですね、まあ、トランプ大統領を今後もですね、まあ、皆さんと一緒に応援していきますのでよろしくお願いいたします。いつもですねコメント、高評価、チャンネル登録もありがとうございます。動画を最後まで見ていただいてありがとうございました。トランプで決まりです。